それでは台湾エクスプレスのコーナーをお送りしていきます。今週もお相手は台湾在住の片倉義美さんです。片倉さんです。どうもこんばんは。はい、どうもこんばんは。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。さて片倉さん、今週の台湾エクスプレスですが、どのような話題でしょうか？はい、今日ですね、ちょっとお話ししたいのは、ちょっと鳥の話なんですけど、はい、ちょうどこの時期、この9月下旬から10月の上旬にかけて、ちょっとある鳥がですね、台湾にたくさん飛来するんですよ。それ何かっていうとね、まあ台湾の鳥は、いろんな鳥がたくさんね、世界中から注目されるぐらいの、こう、すごいところなんですけど、鷹なんですよね。鷹。で、ちょっとね、鷹って、まあ、鷹を知らない人はいないと思うんですけど、逆に言うとね、鷹ってあんまり知られてない部分が結構多い鳥でね。例えば日本でも普通に鷹っていますよね。はい。ところがね、鷹の多くは、越冬するんですよ。あ、国境を越えるわけですね。そうなんですよ。寒い時に、南の方に移動するんですよ。はい。で、北海道とかにも鷹っていると思うんですけど、北海道どころかね、生息範囲がすごい広い鳥で、まあ、それこそモンゴルとか、旧満州とか、朝鮮半島とか、まあ、日本列島全域にも鷹っているんですけどね。で、その中に、サシバっていう名前の鷹がいるんですよ。サシバ、はい。サシバ、うん。でね、このサシバっていう鳥と、あと赤原鷹っていうね、鷹がいるんですけど、この二つがもう特に知られてるんですけど、ちょっとこれ考えていただきたいんですけどね。例えばこう、北海道に例えばいたとしますよね。はい。で、鷹の飛行距離っていうのはだいたい1日400キロぐらいなんですよ。で、例えば北海道あたりから、南を目指すとしてですね、ちょっと世界地図を思い浮かべていただきたいんですけど、例えば日本列島ありますよね。はい。で、日本列島ずっとこう来て、まあ、北海道本州で、まあ、ずっとこう来て、四国、九州、で、奄美大島、沖縄、石垣、与那国、台湾ってこう、全部400キロ以内でこう飛べるんですよ。はい。うん。陸地をね。そうすると、例えばこれ、まあ、鹿児島から奄美とか沖縄も、鷹の力だったら飛べる距離なんですよ。はあ。うん。ところがね、台湾とフィリピンの間っていうのは、ちょっと難しいんですよ。これなぜかっていうと、風が逆風になるんですね、これね。はい。そうするとさすがに鷹も400キロ飛べると言っても飛べないんですよ、この台湾から、フィリピンに対してはね。で、その後フィリピンから、また今度インドネシア方面に行ったり、あとは台湾からこう、ベトナム方面にこう行ったりする鳥がいるんですよね。で、その時に、台湾とフィリピンの間を飛べない鷹たちがどうするかっていうところなんですよ、はい、これがちょっと面白いところなんですけど、沖縄与那国、まあ、沖縄石垣与那国と来て、で台湾に入って、で台湾を移動して、で台湾最南端の本当に南に来るんですよ、はい、一番南の場所にね、でそこに集まってだいたい1週間くらいそこに留まるんですよ。あ、ステイするんですね。ステイするんですね。で、そこで餌をたくさん食べて、体調を整えて、で、上昇気流に合わせてヒュッと飛ぶんですね。うん。だからこの上昇気流のタイミングっていうのがちょっとあるんですよ。あるんですね。うん、だからこれ、本当に日によって見られたり見られなかったりするんですけど、で、その上昇気流に乗ってタイミングを合わせて、体力を養った上で飛んでくるんですよ。ということは、世界の中で、鷹が大量に集まって、かつ一箇所に、一週間以上とどまるっていうこと自体が、非常に珍しいんですね、これね。なんか鷹が集まること自体がちょっと珍しい感じがしますよね。そうですね。でね、年によってね、またこれも随分変わるんですけど、ちゃんとこれ、台湾の野鳥協会みたいなところがね、ちゃんと調査をしていて、大体、先ほどお話したサシバっていうのは、これこれ絶滅危惧種になってるんですね、今ね。だから、すごい大切に守られてるんですけど、大体これがね、7万羽ぐらい飛ぶんですよね。すごい。で、赤原鷹の方は25万羽飛んでるんですよ。集まるんですよ。すごい。で、これはね、すごいことなんですよね、本当に。で、これを、まあ、ね、しかもこう一週間ぐらい滞在してますから、これこの時期に台湾南部に行けば、
そのまあそれこそ青空をこう埋め尽くすかのような鷹が見られるっていうことで、これはもう世界中からバードウォッチャー集まるんですよ。あ、すごいですね。で私もねこれ行ったことあるんですけど、これもう私行った時はね2度ほど行ってるんですけど、運が悪くて全然いないんです。いなかったんですよ。いないんですか。だからまだ撮れてないんですよね、この写真をね。ところがここに行くと、もうみんな天と地さんなんですよ。なるほど。鳥好きの人たちは、でしかもテントも普通のテントじゃなくて迷彩色のテント。あ、さすが。でそこにずっとこう留まって待つんですよね、鳥を。はい。で、まあ、飛んでるとあの鳥もねいいんですけどね、こう木に止まったりしてる姿がね、こう猛禽類っていうのはかっこいいんですよね。だからまあワシにしてもこうフクロウにしても、やっぱり木に止まってるシーンっていうのを狙ってる人結構多いんですよ。なんか佇まい的にこうなんか遠くを見つめてるような感じしますよね。そうなんですよね。だからとにかく待つわけですよね、こうね、テントの中でね。で本当にね、これがこの時期だけのまあ鳥のね、スポットになるんですけど、はい。でこれここまで聞くとね、いやこの時期だけのって言われると、いや違うんじゃないかと思う人もいると思うんですよ。はい。で当然これ行きがあれば帰りがあるわけで、帰りがありますよね。越冬して戻ってくるときはどうするんですかっていう、これもまた不思議な話でね、はい、行きはそのようにその台湾最南端の場所に集まって1週間近く滞在するんですけど、これね帰りはね追い風になるんですよ。逆になりますからね。だからここは逆にフィリピンとかベトナムとか中国大陸から台湾に来るときにそんなに苦労しないんですよね。だから帰りは春、だいたい3月4月ぐらいなんですけど、戻ってくるのはね、はい。で3月4月ぐらいに戻ってくるときは台湾全域にバラバラになるんですよ。へえ。だから4月ぐらいっていうのは台湾でもいろんなところにその鷹を見るスポットができるんですけど、はい、その空を埋め尽くすかのようなその集まり方にはならないんですよね。いやすごい、ちょっと想像がつかないですもんね、今ちょっとお話聞いても。そうですね。だからまあこのね鷹だけじゃなくて、これから台湾渡り鳥の季節なんですけど、はい、もう渡り鳥だけでもね台湾すごい興味深いところでね、例えば夏には夏の渡り鳥がいるんですよ。はい。夏に暑さを避けて台湾にやってきて繁殖して戻ってくって鳥がいたり、で海鳥とかね、水鳥は基本的に冬場に台湾に来る鳥たくさんいるんですよね。はい。だからこれから鳥好きは結構忙しくなるんですよね、この10月ぐらいから。オンシーズン。もうどこに行ってもいろんな面白い鳥が来るんでね。へえ。だからまあすごくこのまあいわゆるオンシーズンになるわけですよね。はい。だからこういうのはね本当に面白いというかね、特に自然生態のこう中での台湾というのは特殊な場所にあるんで、ね、やっぱり興味深いですよね。すごいなんかちょっと羨ましい感じもね皆さん持ってらっしゃると思いますけど。そうですね。まあ、例えばね、サシバとかがね、そもそもサシバっていうその鷹がこれ南にどこまで行くのかっていう調査があるんですけど、はい、ニューギニアとかまで行ってるんですよね。あ、南半球。だからもうニューギニアまで行く鳥がいる、まあ、まあ軽く1000キロを超えますよね。はい。で台湾の最南端の地でこう栄養をつけて、まあ体調を整えて、ね、で早朝のこの上昇気流に乗ってこうひょいっとこう飛んでいくわけですよ。だこういうのはね本当に不思議なというかね、こう生態のまあ生き物の神秘っていうかね、非常に面白いところなんですけど、ただこれも本当ね1週間とか10日ぐらいの話なんで、で先ほども話したように飛んでしまったらもういないですから、はい、結構この時間をかけて待つっていうのが重要なんですよね。だから私みたいになんかピンポイントで狙って行ってみても失敗する可能性が結構高いんですよ。これはなかなか難しいですね。まあ、一応台湾の、ね、野鳥協会とかは基本的に9月の初旬からもう10月末までね、ずっとこうチェックしてるんですよ、数をね。
で、こういう人たちにね、話を聞くと面白いんですけど、まあなかなかね、大変ですよね。2ヶ月近くずっとこう鷹を観察してるわけですから。そうです、すごいですね。ね。だからまあこういうね、鳥の話、まあ、これから冬場にかけて、ね、鳥の話はいっぱいあるんでね、またちょっといろんな鳥の話してみたいと思うんですけど、はい、特にこの時期ね、10月初旬のこの時期の刺し歯、あと赤原高、この2つはね、注目されてますね。はい、ありがとうございます。この時間は台湾とつないで、お話をご紹介していただきました。台湾エクスプレス、お相手は台湾在住の片倉義美さんでした。片倉さん、どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。